それでは、文字関数を含む行列式ということですね。まあ、多項式とかですね、あるいは関数式ですね。こういったものを成分に持つ行列式というのが、しばしば登場します。例えば、後期にこういう多項式というものが出てきますけれども、これは X の多項式を成分に持つ行列式ということですね。 で、ヤコビ行列式は、多変数関数論の中で、積分をするときに出てくるものです。まあ、このようにですね、行列式はいろんなところでまたこれ、今後使われてきますけれども、その中に成分にですね、文字式、多項式や関数式を含むものが出てきます。で、この行列式を計算するときに、忘れてはいけないのが、成分が0になる可能性があるということですね。 成分がゼロになる可能性があるとですね、吐き出しに注意が必要です。例えば、1行目の x プラス1分の3倍を2行目に加えるといったことは、x がマイナス1の可能性がありますので、こういうことはできないわけですね。やってはいけないと。じゃあどうするかというと、まあ、数の部分でとりあえず何とかゼロを作って、あとは4因子展開ですね。今回学びました4因子展開を使って計算するということになります。 この例の場合では、x121、x3、23x こう書いてありますけれども、これは、えー、この2のところだけですね、この1を使って、右側だけちょっと吐き出しをしてやっています。もちろん1を使ってこの x を吐き出ししてもいいんですけれども、まあ、あの、計算量的にはあまり変わらないので、えー、ここはもうちょっとここだけ0に作ってやっています。そうすると、まあ、x かけるこの部分の行列式と、それから、マイナス1倍の12、これですね。 この行列式ということになります。で、展開して計算すると、まあ、このようになるということですね。はい。ちょっと今回、あの、えっと、4次展開したにもかかわらず、ここのところちょっとくくれなかったので、えー、まあ、全部展開することになって、えー、ま、あ、まあ、サラスよりは若干、コ数が減っていますけども、まあ、あの、くくって計算すると。まあ、こういう多項式は時々こう、くくれて、こことここで同じ共通因子が出てきて、 全部展開しなくても計算できたりするんですけども、まあ、基本的にこういうやつはですね、あの、無理に展開する必要は一応ありません。はい。この、あの、今は展開しないと計算できなかったので展開していますけれども、まあ、どちらかというと、これイコール0となるような X を知りたかったりするので、まあ、あの、因数分解できていれば、できているに越したことはないと。はい。それでは、文字関数を含む行列式の例にですね、 えワ、ー、ンデルモンドの行列式ということですね。これは、えっと、スペルは、ワンデルモンドの行列式ということですね。はい。で、えっと、これはですね、あの、どういうものかというと、まあ、x1 から xn っていうのをま、変数として、n 個の変数としてですね、このように、まあ、初項が1の等比数列、公比が x1 から xn の等比数列、 n、えー、ですね。ですから、ま、n 項までですね。ですから n、n かける n になって、まあ、行列式が計算できるわけですけども、これを、デルタ n と一応置いてきますけどこれを、バンデルモンド行列式というふうに言います。で、この行列式はですね、えー、どうなるかというと、この、以前ちょっと補足で出てきたんですけども、左積というものになります。というのは、これ、例えばどういうことかというと、まあ X、x2 引く x1 とかですね。 x3-x2 と x3-x1 とかですね。まあ、こういったものを順次かけていくということになります。はい。こういうものをかけたものが、えー、左席なんですけども、これはそういうふうになるというわけですね。はい。で、えっと、今からこれを機能法で証明するんですけども、直感的な説明としてですね、えー、次のような説明ができます。 この x1 から xn の中にもしもどれか2つでも等しいものがあったとします。例えば、x2 と x4 が等しかったとします。そうすると、この列が丸ごと同じになるんですね。公費が同じで色が同じですから、同じ等比数列がこざっと縦に並びますので、同じものでできます。そうすると、対価線によって0になるわけですね。そうすると、多項式として考えた場合に、えっと、この多項式は、x、 2-x4 っていうのを、まあ、因子に持つわけですね。因子に持つ。ええー、まあ、要するにす、まあ、因数分解できたとすると、それは、あの、まあ、例えば x2 に関する多項式として考えると、x2-x4 という、まあ、x4 をま、x2 にとって定数として考えると、x2-x4 っていうので割れるはずやと。で、それが全ての場合について言えるわけですから、まあ、当然この左積というもので、全てでこう割れないとおかしいわけですね。割れないとおかしい。 でですね、あとはこのえ多項式と一緒に次数を比べるんですね。まあ多変数の多項式の次数はちょっとま,まあ皆さん、えっと、ちょっと聞いたことあんまりないかもしれませんが、まあ,ありますね。多項式の次数というのは、まあ全体としての次数ですね。トータルデグリーってやつですけども、これはですね、えっと、各列から例えば、まあこう、なんか選んでこう言えるとですね、あの、まあ要は各行から一個ずつ選びますから、 0、0時から n-1 までまんべんなく足しますので、時数は0から n-1 までの和になるわけですね。つまり2分の nn-1 みたいになるわけですね。で、これも2分の nn-1、n 個から2個を選ぶ組み合わせの多項式、一意識の積ですから、時数が一致するわけですね。で、あとは出てくる項の係数を比べると、まあ、この2つが一致するということが一応、ま、そういう、まあ、数的にというか、ま、あの多項式、 の、ま、理屈を使って示すことができます。はい。で、えっと、もう一つの証明として、一応この、ここでは、機能法による説明をしておきます。まあ、n イコール2のときはこれは明らかなんで、n イコール2のときは 1x1、1x2 ですから X、x2 引く x1 になるので、これは明らかですと。で、えっと、この n 行列式ですね、これにですね、こういう基本変形をやるんですね。つまり、えっ、と、n 行、 nn-1x-x1、えっと、ということは n 行に変化が起こるんですけど、n 行に n-1 行の x-x1 倍を加えると。だから、先頭のここですね、えっと、x1 の n-2 乗なんですけども、これかけるとですね、ここが一致して、ここが0なんですね。で、順次こう、上に上にこう、まあ、こっちから始め、ずっと行きますから、えー、その次は n-3 行の x1 倍を x2 えー、n 引く2行から引くというふうにしていくと、ここが、あの、2行目からしたら全部0になります。で、このような、あ、式が出てきます。で、この式注目するとですね、えっと、まあ、いいですか、この、このところの、ね、x 2引く、例えば x 1で、x 2の2乗を引く x 2かける x 1ということで、えー、まあ、全部 x 2で、こう、例えばくくって x 2引く x 1が出てくると。この下の方もですね、x 2の n 引く2乗をかける x 1をこれから引きますから、x 2の n 引く2乗でく,くって x 2引く x 1。 いう感じで、こういうふうになります。ということで、この全部ですね、この、えっと、ここの部分の行列式が出てくるわけですけども、これは、x2-x1 でくくると1 X 2 X 2、1、x2、x2 の n-2 乗。で、ここも、これ X、xn-x1 でくくると1 X N X N N、1、xn、xn の n-2 乗。というふうになってですね、え、これ、ファンデルモンドの行列式の、ファンデルモンドの行列式の n-1 時の場合の変数が x2 から xn の場合ですね、の行列式が出てくるということなんで、こ こういう関係式になります、ね。んで、このデルタ n-1 について機能法の仮定を適用すると、この差積が出てくるというふうに証明できるんですね。はい、それではちょっと例題ですね、えー。次の各行列式が0となる x の値を求めなさいということで、これをやってみてください。 はい。それでは解説していきましょう。はい。まず一番ですね。え、これはあの、バンデルモンドの行列式の形の、まあまあ、点値なんですけども、まあ一緒ですね。えー、まあ横に等質列を並べている形になっています。ですからあ、まあその例の公式を使うとですね、こういうふうになるわけですね。はい。で、えー、この中で X が出てくるのはこういうところですから、これが0になるところを見ればいい。他は0にならないので、0になるところを見ればいいということで、 x が2と1と3ということですね。ただし、この、バンデルモンドの行列式のところでちょっと説明しましたように、行列式の展開式を考えると、まあ、これ x の高々3次式であってですね。で、しかも、この2マイナス1三と x はどれか一致していれば、例えば x は2だと 1, 2, 4, 8ということで1行目と同じ。マイナス1だと2行目と同じ。3, 3だと 1, 3, 9二十七で、4行目と同じになりますから、x は2マイナス1三のところで0になると。 で、これ明らかに3次式で0多項式ではないので、ですね、X3 乗の係数、こう、まあ、4因子展開考えたら、X3 乗ところの係数が、まあ、次数の低いバンデルモンド多項式になってますから、これ当然 X3 乗の係数は0ではないということがわかるので、3次多項式でしか、高々ではなくて、本当に3次式ですね。であって、しかも、これ、この3つのところで0になるわけですから、まあ、この3つしか解がないということを言っても構わないですね。 では2番ですね。2番はもうこれもあの、4因子展開をするということで、今回はちょっとこの X プラス1を吐き出して消してみましたけども、このような形にして、第1列に関して4因子展開すると、こうなります。で、これも残念ながらちょっと途中でくくれなかったので、もう完全に展開しましたけども、これがですねと、インステーリア使えに2を代入してみると0になるので、あれよあれよという間にですね、この X 2の3乗で割り切れてしまいますので、ちょうど X 2の3乗になって X が2。 しか解がないということですね。ということで、まあ、このように多項式や関数式ですね。まあ今関数式というのはまあサインとかがなかったですけども、そういったものの行列式を計算するときは基本的には4因子展開でやると。そうすると、まあ見通しとか計算量とかそういったいろんな理論的な見通しとかそういう点で4因子展開を使うことがまあ一般的であるということですね。